え、週末が、あやって、え、参ります。え、ただしですね、今週末ですね、ちょっと、雨の予報が出てるんですね。雨が降っている時は、あの、なぎるんですけども、雨が晴れて、さあ、こっからっていう時に、風が吹いてくるパターンなんですよ。で、こういう時ね、あの、どうしたら、あの、いいか。ねえ、まあ、カッパを切ればいいんですけども、またカッパ着てですね、 じめじめした中でストレスを抱えるというのも、えー、ちょっとない話かなぁとで、えー。ご夫婦連れで、えー、行く方とかは、ですね、えー、風邪ひかないようにあ、皆さんそうですけどね、あの風邪ひかないようにあのしてもらえればなぁとで、えー。とりあえず、ですね、えー、その天気がずれてくれることを祈ってですね結構ずれるんですよ、天気予報って、はいあの。よくあの スマホとかで,です、ね、こうやってもらえるとすぐ新しい情報が出てくると思うので、えー、要チェックでございます。でですねえー、今週末、どうしたらいいかなと考えている方、ちょっと補足的にです、ねえー、申し上げておこうかなと。えー、っとですね、えー、調校プラン、これしっかり組んでください。えー、どこに行って、あそこからこう打ってとかねで。アバウトでも、あそことあそことあそこいいよねみたいな。 感じででで、も十分、OK、なんですよであの。朝か、それから夕方か。必ずあの、まずめってあるじゃないですか。朝マズメ、夕マズメ。これ、どっち攻めるかでね、結構違うんですよ。朝行って、人のいない時にパパパッと攻めて、魚をゲットするか。それとも、夕方目指しては昼頃入って、で、あの、周りの状況を見ながら、ポイントを探って歩く。 っていうのもね、結構おつなんですね。で、えー、できればですね、第三候補ぐらいの、あの、場所をセレクトしてくれたら、これいいですね。はい。で、あとはですね、物資の調達。おかげさまでですね、3グラムと4グラム。結構品薄でございます。えっ、ー、と、3グラムはちょっとっていう人もですね、4グラム。結構あの、かなり、 売れてまして、港店でもですね、15日の時点で、白と赤が欠品してるという状況にあります。鶴宮さんでですね、4g の商品を見たら、ぜひお買い求めくださってください。品物入ってき次第ですね、当店の村上、張り切って最近品出ししてますんで、できればお願いしたいということですね。あと、どう攻めるか。 これがもう大問題なんですけど、まあ聖地、聖地ですよ。聖地でちょっと説明しますと、秋口は、この、取っ手があるじゃないですか。こう、デコッと出たとこね。で、ここ中心だったんですよ。で、春、今なんですけど、ここ、中心です。えっ、ー、と、ここの先端部の船道狙いと、ヘチ狙い。 釣れてますよ、ヘチ。はい。えーと、あと、この特定の入り口側の空間。で、えーと、定置網を営んでいらっしゃる船がですね、大型の船が、ここに2層止まってんですね、この船周りです。夏になっても、秋になっても、この定置網の大きい船の周りっていうのは、黒頭ガーレーが寄るところなんですよ。 ねえ、この大きい船はですね、要チェックです。ただし、船の上にブラを乗せてしまうとか、引っ掛けて切れて、そのままに放置していくっていうことはですね、極力下げてください。あの、僕も、あの、ここの、この、定置網の船の漁師さんたちと、すごく仲良くさせてもらってます。あの、釣りに関、釣り人に関することもですね、ちょこちょこ聞いてます。 ねえ、そこら辺、重々、マナーを守って、え、調校してください。で、えー、あとはですね、もう、自分の力を信じて、ある程度も、頭の中で、こう、イメージトレーニングをして臨んでください。そのイメージトレーニング、必ず役に立ちます。はい。一枚でも、量計、お刺身をゲットしましょう。それじゃあ、楽しい釣りを。